両女皇は、新末民初の政治家。北京政府の要人。字は、盲帝、夢帝。1874年、アメリカに留学して、同地で学歴を重ねる。1881年に帰国した。1883年、朝鮮に赴き、税関の設置に従事する。1885年に、遠征外が中朝鮮通り商事を大臣として着任し、 領女校はその幕僚となった。1894年、園に随住して帰国し、館内鉄路運輸所所長に任じられる。さらに来た安市鉄路総弁に昇格した。1905年、中二ランキン佐大臣に就任した、陸印師に随住して、オランダに赴任する。帰国後は、鉄道整備事業に従事した。1908年、外務部長となる。 1911年11月、遠征前内閣において有伝部副大臣となったが、関東省で、古官民が、軍政府を樹立して独立すると、張は、その交通部部長を務めた。1912年9月、北京政府の陸州首省内閣において、外交総長に就任する。10月には、国民党に加入した。しかし、 朝平都市内閣に移行した後の同年11月、わずか2ヶ月で外交総長を辞任した。後にワシントン会議で中国代表団の高等顧問を務める。1924年に政界から引退し、以後は事前事業に取り組んだ。1941年10月14日、天津にて死去。去年79。ありがとうございます。